皆さんこんにちは、生命創薬科学科主任の秋元です。今日はこの暑い中駅から一番遠いこの会場までお越しいただきましてどうもありがとうございます。それでは生命創薬科学科の説明を、始めます。でこれはパンフレットにありますけれども、生命創薬科学科では高度な専門知識と、技能を備え、世界を、リードできる優れた薬学研究者の養成を目指しています。で定員が薬学系の4年生学科では国内で一番多くて、100名ということになっております。でご存知のように、本学の実力主義というのは皆さんご存知だと思いますけれども、本学科でも、それは継承されております。で薬学ですけれども、ここにありますように薬学は薬を使う、それから薬を作る、そういうことを通して、人の健康を守る、そういうための科学サイエンス、学問でございます。で生命創薬科学科の方はこちらの薬を作る方に、重きを、置いております。でそういうことで、人の健康を守ると、そういう方向に、進んでおります。でご存知のように、薬学部は2学科あります。で6年生の、薬剤師を、養成する、6年生学科薬学科と、当学科ですね、4年生の、当学科があります。でこの6年生の方は、ここにありますように目の前の患者一人一人を救う、つまり薬を使う方です。で一方で、こちらの4年生学科の方は、高度な専門知識と技能を備え、世界をリードできる優れた薬学研究者の養成に重きをなしていて、一つの薬で世界中の人を救う、薬を作る方に重きをなしております。でこちらは、日本全体の、全国の薬学部、国公立私立を含めた薬学部の定員に対する、本薬学部の、定員を示したものです。で左側が6年生学科で、こちらに示しますように6年生学科の方は、日本全国の定員でいくと 0.86% です。で一方でこの4年生学科の生命創薬科学科の方は、全国で定員が1413人のうち本学科の定員が100名ですので、7.1% ということで本学科の卒業生はかなり大きい影響力を有しております。で先ほど国公立大学を含んだデータですけれども、同じようなデータで私立大学のみのものを示したのがこのスライドになります。で左側が同じく6年生学科ですけれども、こちら6年生学科の方は、入学者定数、0.96% で、一方で、こちらの4年生学科の方ですと全国の私立大学薬学部の、4年生学科の、入学者総数115人のうち本学が100人ですので、12.3% ということで、本学科の卒業生は、大きな影響力を、示します。でこちらの、薬学部の成り立ちということですが、左側が6年生学科で右側が、4年生学科です。でまず4年間学部の方で、しっかり基礎を勉強してもらって、でそこから、さらに、高度な、部分を、深めるというところで大学院修士に、学部の多くの人が大学院修士に進みます。でここで、大体の人は就職するわけですけれども、その中でもさらに専門的なものを深めたいっていう人が、博士後期課程の3年間に進みます。で本学科の学びのステップですけれども、創薬を担う研究者を育成する
ということで、まあ、1年次、2年次にはですね、ここにありますように生命創薬科学科及び、まあ、医療薬学に共通する、まあ、基礎科目の講義実習を受けて、まあ、しっかり実力をつけてもらいます。でさらに3年生になりますと、創薬を施行した、まあ、専門的な、講義実習を、受けてもらうと。でさらに4年次になりますと、さらに専門性を深めるために、まあ、卒業研究を進めます。でその後、まあ、多くの人は修士1年2年で大学院の修士課程に進んで、さらに専門的なところに磨きをかけて、まあ、一部の学生さんは、まあまあ、ちょっとエリート教育というと少し語弊があるかもしれませんけれども、大学院の博士課程に進んでさらに専門性を深めてもらうということを、行っています。で、まあ、あの特徴がありますが、1年前期から、まあ、創薬研究者を目指す教育を、まあ、両学科共通で、まあ、基礎教育を行いますよと。で2年後期から多くの科目が、まあ、選択科目となってですね、高い自由度と、まあ、専門性を追求できますよと。で3年後期からは、まあ、成績上位者に、まあ、研究室のプレ配属を行う、早期薬科学研究 なども行っています。でさらにですね、修士課程へ、まあ、一環としてつながる、卒業研究を4年次に行って、専門性を高める修士課程2年間と、まあ、さらに専門性を、まあ、深める、博士後期課程3年生へと接続していきます。でここにあの創薬の道のりを示しておりますけれども、あのご存知のように、まあまあ、病気対象疾患がありまして、でその後、まあ、薬効標的の探索を経てですね、でこう順々にこう経て臨床試験を経て、まあ、申請して承認製造販売で、その後、まあ、市販されますと市販後調査育薬というふうに、この創薬というのは長いステップを追っていきます。で実際その薬の開発期間というのはあのご存知の方多いと思いますけれども、9年から17年かかると言われています。でこうこのように薬の、まあ、創薬の道のりっていうのはいろんなステップがあるんですけれども、本学部学科ではここにちょっとこう授業と示してますけれど、このすべてのステップに、あった、授業をしっかりと準備しております。でこれはあの生命創薬科学科4年生だけではなくて、実際にあの6年生の薬学科の方の授業も受けられますので、こういうことが可能になっているということになります。であの具体的なあのカリキュラムをここに示してありますけれども、まあこれはあのパンフレットの方等であの詳細はご確認ください。ただ本学の特徴としてですね、あの、まあ、しっかりあの時代の流れを捉えまして、まあ、いち早く他の大学に先んじて、レギュラートリーサイエンスの講義なりあのデータサイエンスの講義などをあの先んじて導入しております。でこの生命創薬科学科で学ぶことですけれども、ここに示しましたように薬の社会における役割を、まあ、理解すること、それから生命、病気の成り立ちを理解すること、で薬がどのように病気に効くのかを理解すること、で薬の科学的性質と、まあ、製造方法を理解すること、それから薬の安全性、毒性について理解すること、でこういうことをしっかり学んで理解した上で、創薬につながる薬はつながるということをご理解ください。であの特にですね、あの薬は人に対するあのものですよということと、薬学というのは総合ライフサイエンスであるということを念頭に置いていただけると幸いです。でここに高等教育から、薬科学へというふうに書いてありますけれども、まあ、薬学の学問、特に生命創薬科学科の薬科学というのは軸がこの3つあります。で物理系薬学、生物系薬学、化学系薬学のこの3つです。これを三軸と言います。でこの三軸はですね、あの高校までで学んでくる物理、生物、化学、それから数学の根性からなる、まあ、皆さん高校では習ってない大学に入ってから学ぶ新しい軸であります。ですので、
入学してからですね、1、2年生の間にこの薬科学の3軸、物理系薬学、生物系薬学、化学系薬学を完成させるということになりますけれども、少し念頭に置いておいていただきたいのは、薬学というのは入試を考えると、化学、化学が中心というふうに皆さん勉強してきていると思いますけれども、それは間違いないんですけれども、入ってからは生物、物理、それから数学ですね、そこら辺も大事になってきますので、高校生の間に、化学はしっかり、入試対策で勉強していただきたいんですが、ここら辺のところもあまりおろそかにしないでいただきたいと思います。で、で入って入学してですね、で開講される専門科目は85科目ありますけれども、これは高等教育の科目の単純な延長ではないということをご理解ください。これがしっかり分かった上で、この3軸を完成させて、それで専門科目を学ぶということになります。でこちら生命創薬科学科の卒業生の進路を示ししています。今年の3月に卒業した学生の例ですけれども、例年大体同じぐらいですので、ご参考にお願いします。でまず学部卒、4年生で卒業するわけですが、一旦卒業するんですけれども、大半は、大学院の修士課程に、就職します。でごく少ない数の人が、就職するということです。で修士課程に進んで卒業しますと、ここで大半の人はここで就職します。で残りは博士課程に進学します。で博士課程に進んだ人たちは、ここで専門的な専門性をしっかり磨いてですね、就職すると。あと大学教員なんかに、就職する人もいます。であと特徴としては、90% 以上、学部の 90% 以上が大学の修士課程に進学するってことと、最近の世の中の流れもありまして、博士課程の進学者が増加傾向にあります。でこちら博士課程の両学科、6年生4年生学科 の入学者数を年次を追ってこう追ったものですけれども、左側が6年生、右側が4年生です。でやっぱり世界的な流れで専門性の高い人材がやっぱり広く求められるということをがありますので、それを反映してか、ここ最近こちら4年生学科の上の方は博士課程に進学する学生が増えております。で先ほど の就職のところで少し業種別で示したのがこちらです。で学部卒の人たちは、公務員であったり、その他企業等々です。で修士課程を卒業した人たちは、製薬企業が大体半分ぐらいで、あとは化学系企業、それから CRO、 あと化粧品、それから食品系の企業、それから公務員ですね。でその他っていうのはこちらの博士課程の進学者になります。で博士課程を卒業しますと、大半がメーカー製薬企業なり食品系企業の研究者になります。であと大学の先生であったり、がんセンター等 の国立研究所なんかの研究者になる人も多いです。でこちらも、そういうものですが、学部卒の場合は公務員だったり情報系に就職します。で修士課程の方は、基礎研究、応用研究、生産品質、MR、学術で、その他が大学博士で、博士の方は、基礎研究、応用研究、生産品質、大学の先生なんかに進んでおります。で4年生学科、資格取れないというふうに考える方多いんですけど、ここに示したようないくつかの資格を、取ることが可能です。でこの4年生学科、一つの薬で世界中の人を救うと。で高度な知識と技能を備え、世界をリードできる優れた、薬学研究者の養成を目的としております。で真の実力を身につけた人材を育てる、それが本学の伝統であり使命という、本学の、使命、伝統的な使命にのっとって、教育研究を進めております。
で最後になりますけれども、来年度は葛飾キャンパスに移転しますので、新しい建物で、皆さんにお会いできればと思います。以上です。